新号亀滅古墳は、滋賀県東大見市にある古墳。滋賀県指定史跡。日本最古級の前方後方墳で、全長36.5メートル。高さは約5.3メートルであったと推定される。か、か神社の社地。かつては、前方後円墳と考えられていたが、2000年12月に行われた第二次調査によって、 前方後方墳であることが判明し、その後、それまで35.5メートルとされていた全長も、さらに1メートル長いことがわかっている。集合は、後方部の最も広い箇所で、約12.5メートル、前方部の最も狭い箇所で3メートルで、集合を含めた墳球の全長は48メートルになる。墳球の50メートル西側では、前兆78メートル、 1> 幅1.2メートル、深さ0.5メートルの堀が検出された。墳球の西側にある堀については、さらに西側に、縦穴式住居跡が検出されていることなどから、居住域と生域と隔てる目的ではないかと、推測されている。また、この堀は、墳球の造成前に掘られていることが分かっており、被葬者が生前から墓を築造した、樹涼の可能性も示唆されている。 円墳が作られた機内とは、形だけでなく、墳球の構造、埋葬の形式なども、明らかに異なることから、当時大和政権に対抗していた、国国連合の有力者が埋葬されていたのでは、ないかということで、考古学者の注目を集めている。初期大和政権の勢力下にあった国々は、その証として、前方後円墳を作っている。滋賀県内においては、 妖怪地し雪きの山古墳など4世紀頃から前方後円墳が現れていることなどから古東周辺域が大和政権に取り込まれていく流れを知る上での指標として重要な位置にあると言える。埋葬部付近から弥生時代後期の土器が検出されたことから3世紀前半と推定されている。 広報部より並列する2機の木格が確認され、有力者の夫妻であろうと思われる。平地に高さ1メートルのテラスを構築し、さらに4メートルの墳丘を30層以上もの土を積み上げた2段構造。自然の丘などを利用せず、平地から森土のみで築いた古墳としては、保存状態が良く、関東地方などで発見されている。集合だけが残っている。 同系墳の実姿を想像する際の貴重な資料となっている。東大見市長が地寺町商事8の壺310。ありがとうございます。